女の子のお尻を後ろから眺めるゲームがあるらしい。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、勝利の女神ニケさんからねお声掛けをいただきまして、この素晴らしいゲームについて、ご紹介していこうかなというふうに思っております。皆さん、僕が今シューティングしているのに気づいていますか？ばっかり見てて銃撃ってるの気づかんかったわっていうコメントでね、溢れ返ることが容易に想像できる、このゲームなんですけれども、このゲームがですね一体どんなゲームなのかっていうのをまず最初に、説明していきたいなというふうに思っております。このゲームですね、アクションシューティング RPG と、言われるゲームでございまして、まあ、女の子をね後ろからの視点で、操作するようなゲームになっております。基本的にこの女の子をニケって言うんですけども、このニケを育成していって、敵をやっつけるという非常に分かりやすい、ね、構図となっております。ゲーム内ではですね、この等身大のニケをそのまんま使用するのが、まあ、このゲームの魅力かなと、思うんですが、実際にやってみてこのゲームの何がすごいかっていうのをね、5つほど、説明していきましょう。1つ目、ニケさんたち非常に揺れます。非常に揺れます。はい、いわゆる、まあ、ライブ 2D っていうものをさらに発展させた新技術を搭載しているらしくて、グラフィックがですね本当に群を抜いて綺麗なんですよ。ニケの動きもね、可動域かなり広いですし、最高に、この反応セクシーすぎませんか？これ反応セクシーすぎますよね、これね。このちなみに僕推しメン、このディーゼルさんっていう、まあ、キャラクター、まあ、ニケなんですけども、この子の服装、これ完全に殺傷能力が高すぎまして、大丈夫かなって思ってるんですけど、もちろんね、この辺のなんか反応もキャラクターごとに違って、なんか非常に素晴らしいですね。このキャラクター皆さん、ものすごいいるんですよ。ものすごい量いるんで、ぜひね、ダウンロードして触ってみていただければと思うんですけども、キャラクター個々にね、なんか結構面白い反応してくれるんで、はい。マジでゲームしないでこれ一生女の子いじってられるっていう、そういうレベルで、グラフィックめちゃくちゃ綺麗ですね。はい。キャラクターデザインもね、最高に良くて、デザイン秀逸です。非常に、美しいキャラクターがたくさんいますね。まあ、美しいっていうか、まあ、セクシーっていう表現が、正しいかもしれないんですけども、マジありえんレベルで、ニケ多いので、まあ、お気に入りのね、ニケを、ぜひね、皆さんも探してみていただければな、というふうに思っております。ちなみに、このなんか、ディーゼルさんの衣装、これなんか、課金したらゲットできるって言われたんで、秒速で課金しました。はい。で、そもそもですね、このゲーム、ゲーム性がめちゃくちゃ素晴らしくて、その、女の子のお尻をね、後ろから眺めながら銃を撃つっていうね、なんかね、需要しかない発想も発想の勝利みたいな感じなんですよ。で、完全に私を狙い撃ちしに来ているゲームかなといったところでございまして、これね、シューティングゲームだから結構難しいのかなと思うじゃないですか。全然そんなことない。これなんでかっていうと、基本ね、オートで操作していけるんですよ。基本。マジでね、今までボスキャラとかも全部倒してきたけど、オート以外で倒したことない。俺は。もちろんね、手動でやった方がいい場面も出てくるかもしれないですけど、基本的には、その、ニケをしっかり育成すれば、なんか、オートで敵全部倒せるようになってるんですね。だから、つまり、もっとお尻を眺めとくだけみたいな遊び方もできるんですよ。極論ね。まあ、それは遊び方の癖が強すぎるかっていう話はあるかもしれないですけど、いやいや、あなたも、そこのあなた、今、絶対それ目的で今ダウンロードしようとしましたよね。ちなみに僕は完全にそれ目的、気が向いたらね、手動でやって、基本はお尻を眺めておくみたいなね、ことも可能なわけですよ。はい。というわけで皆さん、早速始めましょう。戦闘面で、プレイヤースキルに左右されること、そこまで多くない印象なんですよね。なんで、まあもちろんね、手動でやらないと勝てないような相手も出てくるかもしれないですし、あと、手動が限定されている、まあ要はオートでできないっていうものもあるんで、まあ、それはまあ、手でやらないといけないですけど、僕みたいなね、エイム力がね、ないやつでもね、全然大丈夫。オートがめちゃくちゃ優秀だから。まあ、オートをね、有効活用して、僕は問題なく、全部クリアできてますんで、問題ないです、一切。はい。もちろん強い敵とかには、もしかしたら手動でやった方がいいかもしれない。このゲームね、スタミナないんですよ。これ、ソシャゲにね、ありがちな、なんかスタミナ不足で周回できるみたいな、問題が起きません、一切。スタミナないから、まあ、レベル上げさえ追いつけば、もう無限にね、周回が可能であるということですね。まあ、これ後で説明しますけど、全勝基地っていうところで、レベルアップアイテムとか手に入りますし、まあ、報酬とかもいっぱいあるんで、まあ、ガンガンレベルアップさせていって、もうガンガンクエスト進めましょう。で、肝心な、ニケの特徴について、
ご説明していきたいなというふうに思うんですが、ニケってのが何なのかっていうね、そもそも話なんですけども、なんかそのこの女の子たちはあのサイボーグ、ロボット的な存在でございまして、自分があの指揮官になってそのニケに指令を出してあの戦うっていう、まあ、ストーリーになってます。で、武器タイプがあるんですよ、まあ、近距離とか遠距離とか、まあ、万能型範囲攻撃とか、なんかあのいくつか種類があるんで、まあ、これはあのボスごとに変えてもいいですし、まあ、自分の好きなキャラクター使ってもいいんですけども、あのね、重要なのはね、あのスキルと、バーストスキルっていうのがありまして、特にねバーストスキルめちゃくちゃ重要で、これあのバーストスキルのレベルが1から3あるんですね。で、必ずバーストスキルをあの発動した方が絶対強いんですけど、1、2、3の順で発動しないとダメなんですよ。バースト3をうまく発動すると攻撃力が5秒から10秒ぐらいかな、あの大幅にバーってアップするんですけど、ゴリゴリバーストさせた方がもちろんそのミッション攻略の近道なんですね。で、バーストスキルは1発動した後に2を発動して、その後に3を発動するっていう1、2、3の順番で発動できないと、バーストさせることができないんですよ。だからその好きなキャラクターばっかり配置してると、このバーストスキルがうまく発動しないっていうことがあるんですね。だからあのバーストスキル3だけのパーティーとか、バーストスキル1だけのパーティーとかはめちゃくちゃ弱いんで、123がパーティー内に揃うように編成しましょう。あのバーストスキルの配置のコツはですね、バースト1を2体、バースト2を2体、バースト3を2体っていう、まあ、2、2、2の配置が、まあ、一番おすすめかなと思いますね。クールタイムがあるんですよ。使うと、まあ、一定時間使わなくなっちゃうんですけども、その2、2、2の配置をしておくとクールタイムがなんかうまいこと被らずに無駄なくね、なんかフルバーストしていけるんで、まあ、だからまあ2、2、2を、まあ、基本的にはあのおすすめします。で、じゃあ具体的にこのゲーム何をやっていったらいいのかということなんですが、もうめちゃくちゃ簡単ですげえシンプルなんですよ。とにかくね、ニケを強化するっていうこと。これね、まあ、ニケの強化方法いくつかあって、まあ基本的にはキャンペーンっていう、まあ、メインクエストですね。キャンペーンとあと全勝騎士、これ後で説明しますけど、全勝基地をゴリゴリ進めていって、ニケを強化するためのアイテムを集めるっていう。主な強化方法は5つあって、レベルアップ、それから限界突破、それからスキルレベルアップ、それから装備、それからハーモニーキューブっていう、この5つの、あの方法で、まあ、ニケを強化していくんですけど、まあ、基本的にはこの、レベルアップとか限界突破とか、まあ、スキルレベルアップとかのなんかアイテムみたいなのは、キャンペーンとか全勝騎士とか迎撃戦で手に入るようなあのアイテムを消費していくことが多いので、だからまあ基本的にはその、まあ、バンバンそのキャンペーンとかを進めていくことになると思いますね。はい。で、手動で戦闘を楽しむのもいいんですけど、ニケをね強化すればマジで全部オートでクリアできるんで、だからまずはとにかくニケを強化すること最優先でやりましょう。で、ここでポイントなんですけど、あのね、ニケのレアリティ、ニケのレアリティは SSR と、あと SR と、R があるんですけど、SSR が一番レアリティ高いんですけど、それが絶対必要かっていうと、実はね、そんなことなくて、このゲーム。SSR が無条件で強くてキャンペーンで使えるよっていうわけでもないんですよ。これなんでかっていうと、限界突破が理由になってまして、あの限界突破っていうのはガチャとかで手に入るね、ニケを複数使うことで可能になるんですけども、手に入りづらい SSR って限界突破しにくいでしょ。 SR はさ、限界突破しやすいじゃないですか。これやってみると分かるんですけど、SR の方が被りやすいから限界突破 SR すると SR の方が強くなるんですよ。ちょっとあの戦闘力として、もちろんね、戦闘力高くないと敵キャラクター倒していけないんですけども、この戦闘力がね、実はね、 SSR 単体よりも限界突破した SR の方が強くなることがあるんで、 SSR にこだわらずに SR を育成していくっていうことも結構大切ですね。ちなみに僕の今のパーティーでも5人中ね、3人ぐらいかな、SR のキャラクターがいるんで、めちゃくちゃ課金しましたよ。5万ぐらいはもう課金しましたけど、 SR が強いことが結構あるんで。ただね、1個ね、 SSR の利点はね、あのバーストスキル発動時のキャラクターのカットインみたいなのがかっこいいんですよ、めっちゃ。なんでそこは SSR の方がいいかなと思いますね。で、全勝基地はね、こまめにチェックしましょう。まあ、これ要するにアイテムがもらえるからやれってやつなんですけども、施設を例えば建設して時間経過するとアイテムがゲット、できたりとかね、するんですよ。で、ジュエルを使うと時間待たなくても一気にドーンってアイテムゲットできるっていうモードもあるから、まあ、ジュエルがね余ってる方はぜひもうバンバン時間短縮してアイテムゲットしてレベル上げてもらえばいいかなと思うんですけども、レベル上げするためのアイテムたくさんやっぱゲットできるんで、もうこれ解放されたらね、即座にやりましょう。まあ、全職種の中にはいろんな機能があって、派遣掲示板っていう、まあ、時間を使ってアイテムをゲットするものもあるし、あと面談って言って、ニケと面談するんですよ。はい。2社面談です。対マンですね。で、好感度が上がって、
あの面談すると一定以上の好感度を上げるとなんかランクが上がって、まあ、ステータスも上がるみたいな、ね、あそういうモードもあるし、あとあの階層って言って以前体験したそのストーリーをもう一回見ることもできるし、あと建築って言ってキャンペーンをあの進めてアイテムを手に入れればあの建築できるもの増えるんですよ。で建築が増えるとそのインフラコアっていうのが成長して、あの多くのアイテムがまたもらえるんで、まあ、結局そのやっていくとどんどんアイテムがもらえるあの数が増えるんでね。なんで、まあ、ガンガンやっていけと、まあ、結論全勝基地はこまめにチェックすべしってことですね。で全勝基地にはねシンクロデバイスっていうやつがあって、これめちゃくちゃ重要で、舞台内の一番そのレベルが低いニケにレベルを合わせてくれるっていう機能なんですよ。その連れてってないニケを、舞台編成しないニケもシンクロさせとくとなんか勝手にレベル上げてくれるっていう紙システムになってまして、これねわざわざねたくさんのねニケをね育成する必要がなくなるんですよ。だからデバイス解放されたらもう即座にシンクロさせてください。はい、あのこれめちゃくちゃ重要、あのほっといてもレベル上がんないから。で遊べるモード紹介なんですけど、ガチャシーンねめちゃくちゃかっこいいんですよ。このゲームがそもそもなんかそのデザインなんかそのメカニックチックというか、なんかその全てのグラフィックのデザインがめっちゃかっこいいんですけど、ガチャシーンちょっと見ていただいてるんです今この映像、これめっちゃかっこいいでしょ。ガチャにちなみに使えるジュエルね、あのショップで買うとあの初回だけあの倍もらえる特典みたいなのが あるんで初回購入は課金しどくなんですけど、マジでこのガチャシーンかっこいいからね、ちょっと見てほしいね皆さんにもね、うん。で、まあ、他にもねキャンペーンっていうのがいわゆる、まあ、メインクエストになってまして、キャンペーンは、ゴリゴリその、まあ、1章2章3章みたいな感じで進めていく感じになりますね。で、他にもトライブモードっていうモードがあって、これはまあいわゆる訓練モード、これ報酬もあるから、あのジェムとかもらえるから、だからオートでもできるし時間があるときにやりましょうっていう、それから、まあ、迎撃戦、迎撃戦っていうのは、EX ステージに出てくるようなボスに似たやつと戦うモードなんですけども、報酬がね、あの装備もらえるんですよ、装備。これは装備で2系を強化していくために必要なんで、やりましょう、ぜひね。一度クリアするとクイック戦闘っていうあの機能で、戦闘飛ばせたりもするので、1日一応参加できるんですけど、これぜひやってください。それからロストセクターっていうモードですね。これは、アークになり得なかった場所の探索になってるんですけども、ハーモニーキューブっていう、まあ、装備みたいなもんですね。あの2件にその、まあ、くっつけることができるなんかキューブがあるんですけど、これをゲットできるものになってます。これ遊んでみた感想なんですけど、このゲームね多分神ゲーだね、多分神ゲー。基本なんかオートでできるのがめちゃくちゃ優秀で、シューティングゲームって結構エイム力試されると思うんですけど、あの僕そんな得意じゃないんですよシューティングゲームなんですけど、そんな僕でも気軽に楽しみましたし、マジで楽しかったんで、2件可愛いし、なので皆さんもぜひねダウンロードして遊んでみていただければなというふうに思っております。公式ツイッターももちろん存在していますんで、あのそちらもねあのフォローしていただいて、最新情報をぜひねゲットしていただければなと思います。詳細は全部概要欄にあの載ってますんで、チェックしていただければなというふうに思っております。では、私はちょっとお尻を眺めに戻りますわ。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。